ヤッホー はい、ということでですね、今日は私、今人生初のベネチアにいるんですけれども、ベネチアに関しては普段ね、このね、私のこの相棒のバックパックと一緒に貧乏旅をしてるんですけれども、ベネチアで貧乏旅をするのは何かが違うっていうことで、いいホテルを取りましたということで、もう破産ですよ、破産。はい、ということで、今日はね、まずなんかお目当てみたいなのがあって、昨日ね、駅に着いてからホテルに向かう途中に私、とんでもないものを見てしまったんですね。それが、なんとシーフードパスタ。もしかして水上ボートで行けるのかな？ Does it go to the station from here? Station number one. How much is it?$950 per person. Oh, okay. That's just like one way ticket. One way, only one way, $950. Okay. あ、メリー、ちょっと貧乏人なんで、水上バスはなんかちゃんと心の準備をしてから乗りたいので。ベネチアで貧乏旅をするのは何かが違う。Thank you.やばい、すごいなんかちゃんとしたカードなんだけど。ということで、駅に行く、普通に歩いてね20分ぐらいで行けるんだけど、 9.5 ユーロのチケットを買ってわざわざ船で行きたいと思います。昨日も私事件が起きたんだけど、カモメが超でかいのね。で、私はね、昨日これは大事件だったの。ね、アランチーニあるでしょ、ライスコロッケみたいな、それを買って道端で座って食べてたの。でさ、もうこんな至近距離でこうやって食べてんのに、途端にもう何が起きたか分からなかった。すごい暴風がブワッて吹いて、目の前が真っ白になり、気づいた頃には私のアランチーニがフーって。はい、ってことで来ました。でもね、一つ言わせて、昨日食べてたね、お姉ちゃんはこれじゃなかった。もっとすごかったの。もっとね、海鮮が大量に乗ってて、ロブスターも乗ってたの。きっと人は私の知らないオプションを知っていたのね。ということで、まあこれもこれで美味しそうなので、食べていきたいと思います。はい、ってことで、まあチェックインの時間になったので、結論、水上ボートと徒歩は時間変わらないので、歩いてホテルに向かいます。Ci sposiamo io. YouTube. YouTube? Yeah. YouTube channel? Yeah. I see you if you want to marry me. Where are you from? Japan. Japan? Mm. Just one second. Bye bye. 私、50日か60日分ぐらいぐらいだ。ダブルベッドだ。ということで、私朝から大忙し。私今日朝6時に起きて、なんと今11時半、もう撮影が忙しくて忙しくて。今日はね、ベネチア生活2日目ということで、今からね、また観光、美味しいものをたくさん食べに行きます。はい、ということで始まりました、ベネチア。あ、こちらでした。ベネチア観光2日目、本日のベネチアは私、どんな美味しいものを食べさせてくれるのでしょうか。すごいな、平日なのにこんな人大量、にぎやか。タクシーっていくらするんだろう。 How much is the taxi? 134, 40 minutes. 45 minutes. Yeah, okay, okay. Thank you. タクシー高。こちらには切り売りのピザが。やばい、お腹空いてないの致命的だな、本当に。でか、一切れ。Wow. It's Japanese. It's Japanese. Yeah. Why? Oh, did you hear me?
speaking. I'm Japanese. Why is there like? But why you have Japanese on the menu? Like, is there a lot of Japanese people? Because before the COVID, 90% is Japanese. Really? Yes. Itadakimasu. Ah, okay. Arigatou gozaimasu. Tomonokoshi no kona. What is it? Tomonokoshi no kona. Oh, okay. Tomonokoshi no kona da so desu. Thank you. かわいい。ねえ、聞いた今の。ベネチアってコロナ前 90% が日本人だったんだって、来るのが。こうなんかさ、メニューが日本語も書いてあって、なんでだろうって思ってたんだけど。っていうことでですね、はい、ででん。これは先ほどあのおっちゃんが言ってたトウモロコシの粉ですね。となんか、イカとかエビとか、野菜も入ってんのかな？と、スイートチリと、これは何のソースでしょうか？It's very good. Oishi, oishi, oishi. 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 Oishi, o
皆さん、事件が起きましたということでね、非常に大事件が起きました。なんとショッピングをしてしまったんですね。で、皆さんご存知の通り、私はね、このリュック1個で旅をしていて、もうね、すでに買い物を結構しちゃって、リュックにも入りきらない状態まで来てるのね。なのに今日運命に出会ってしまいました。別に運命ってほどでもなかったけど、めっちゃ欲しかったのね。昨日からカメラ落としすぎてだんだんカメラへこんできた。ここにとどまれ。伝わります？なんかね、こんな感じで、なんかね、花柄みたいになってて、しかもね、これ XXS なんだけど、もう丈が足りるの。私さ、身長がでかいからさ、あんまりなんか丈が大体いつも足りないのね。でもこれに関しては、この私でも地面につくぐらいの丈があるの。これなんていうチーズなんだろう。なんかイタリアなんかカマンベールっぽいけどさ、イタリアってきっと私たちの概念を覆すぐらいチーズの種類があるんだろうからさ、容易にカマンベールとか言えないよね。なんか私たちからしたらカマンベールだけどさ、もしかしたらさ、イタリア人からしたらさ、カマンベールの中にも種類があるかもしれないじゃん。ちょっとさ、気安くカマンベールとか言えないよね。おはようございます。ということで、今日も始まってしまいました、ベネチア3日目。ということで、今日は何をしたいかというと、まだね、ゴンドラに乗ってないのね。なので、ゴンドラに乗るのと、美味しいものをまた食べます。今はね、ゴンドラのチケットが買える港に向かっております。本当にね、なんか歩いてると半分ぐらいガラスないんじゃないかっていうぐらい、なんかガラス細工のお店がいっぱいあります。私が出禁のお店を発見しました。ってことで、このフルーツのやつは全部マジパンでして、砂糖とアーモンドの塊ですね。下にはなんかすんごい魅力にあふれるチョコレートたちと、これはなんかチョコレートの中にココナッツが入ってる巨大バウンティーといったところでしょうか。すごい、見て、ゴンドラ乗り場がある。チケットどこで買うんだろう。 Where do I get the ticket? You ask here? How much? 80 euro. 高い。これあれだ、多分2人乗りのやつだ。そうじゃなくて、私は貧乏なので相乗りなんですよ。相乗りのチケット、多分ここじゃないな。なんかね、わかる、私にはわかる。すごい、これホテルに行くさ、ゴンドラ、専属のゴンドラだからのかな。すごいラグジュアリーのホテルに連れてってくれるのかしら。
ってことで水上バスの駅に着いたんだけど、なんかねもうちょっとリーズナブルな匂いがします。多分ねあれだ、昨日見たやつ32ユーロ、さっき言われたの80だったので多分相乗りだけど、めっちゃ迷うんだけど、なんかさ、なんかさ、この32ユーロで30分のゴンドラに乗ろうと思ってたんだけど、なんかさ、これ4時間半のやつでさ、多分ゴンドラではないけど、ブラーノ島に行けるのがあるんだよね。はい、ってことで、まあ、あの32ユーロ払ってゴンドラに乗るか、25ユーロで4時間半の冒険に行くか。やばい、めっちゃ美味しい。なんかね、貝とかね、エビちゃんとかね、ホタテちゃん、イカちゃん、なんかいろいろ入ってるシーフードリゾットでございます。終了、体感時間5分でした。Can I get the pistachio, that one? And the white chocolate coconut. Kinder? 俺もさ、チョコ全部取ったんだけど。はい、ってことで、まあそんなところですね、はい。ってことで今日もあの見てくださってありがとうございますって桜もが言ってます。